最初印つけますね。ちょっとマークで時刻をします。ごめんなさいね。しますね。こうつねる感じはちょっと痛いと思います。大丈夫ですか？はい、見たいとか言われるんでね、たまに。一回見てきます。まあ、物としては、へそにゴマが溜まったりするじゃないですか。はい、あれと一緒です、うん。洗ってないと溜まってしまうみたいな。あれが大量に溜まってしまってっていう状態ではありますね。原因とか、その一応原因は分かってないことが多いんですよね。まあ、怪我でなっちゃう人もいるし、とかはあるんですけど、やっぱりまあ人間はやっぱ完璧ではないので、何かしら原因で皮膚が埋入したりすると、やっぱりこういうのが中に入ってしまって、皮膚の成分が入ってしまって、中でこう赤だったり油だったりとか、そういうのが溜まっていってしまうんですね。まあ、ウイルスがっていう原因っていう人もいるけど、やっぱりできやすい人はできやすかったりもするので、まあ、なかなかちょっと何とも言えないところなんですよね。病理検査ではどういうものですか？基本的には、これが粉瘤だったら粉瘤って出ます。ウイルスとかって出ます？それは出ないです。原因は分からないです、もちろんなんかそういう本当にウイルス的なものが原因やったらなんか出る時もあるんですけど、そういうのは基本的には分からないですよね。でたまに悪性出ます。うちでも出たことはありますね。かなり低いです、本当に1万件に1件とかですね。で、まあそんなには心配しなくていいんですけど、まあ一応ほとんどの人が出してますよね、検査ね。
ただいたんとおりますよ。